対地接近警報装置とは、操縦士の自覚なしに航空機が、地物に異常接近した場合、操縦者に警報する装置。地上接近警報装置とも言う。シーラス s r 2 2 t e n のコックピット。左画面には、姿勢指示系、空中衝突防止装置、e g p o s が統合表示されている、電波高度計の対地高度、気圧変化による昇降率。 離着陸形態、グライドスロープからの偏差情報に基づき、航空機が地表に異常接近した場合に警告灯の点灯と、上昇せよや降下するななど状況に応じた音声による警報が行われる。警報は回避操作が行われてから、航空機が危険な状態から脱するまでの時間的余裕を持って発せられ、航空機が危険な状態から脱するまで継続する。なお、 GPWS は他の警報装置と異なり、警報の作動が直接操縦者による航空機の軌道に結びつくため、主脚の状態を検知することで、通常の運航や通常の侵入着陸の際は警報を発しないように設計されている。蒸気の機能に加えて、地球上の約95%の地形データをデータベースに持ち、GPS 等を利用して得られる。 航空機の正確な位置と称号して、従来のものに比べて素早く音声及び、画面表示による警告と情報が与えられる、新型のものもある。これは、従来の電波コード系による GPWS では、切り立った崖や急斜面では、回避が間に合わない可能性があるためである。近年では、各種情報を統合し、時期と地面や滝との距離を立体的に表示する機能を備えた。 グラスコックピットも登場している。アルティチュードコールウッズは航空会社によって詳細が異なるが通常は二千五百、千五百、四百、三百、二百、百五十、四十三十、二十、十、五になっている。5フィートの読み上げは最近の機体でなる。他にはミニマムズ、アプローチングミニマムズ、ラジオアルティマターなどがある。ミニマムズは 空港施設のある信号の地点に到達するとなる。ミニマムで滑走路が視認できなかった場合は、着陸復興となる。エアバス制旅客機では、リタードというのがなるが、それはスロットルを閉じろという意味である。AB、航空電子入門日本航空技術協会、ピアニッシモも、189から200。 ISBN 978から4から90万2151から66から 4GPWS グラウンドプロキシミティオーニングシステム航空実用時点対地接近警報装置全日本空輸セーフティーインフォメーションありがとうございます